アートブレイキーはアメリカ合衆国のジャズドラマー。ナイアガラロールと呼ばれる特徴的なドラミング奏法で知られ、彼の功績は現在のジャズ界に多大な影響を与えた。1919年、ペンシルベニア州ピッツバーグ出身。10代後半からジャズバンドで活動し、ニューヨークへ進出。一説には当初はピアニストであったが、 ある時からピアノを断念し、ドラムに転校した。当初、ドラムの腕は未熟だったが、友人であるトランペッターのディジーガレスピーからアドバイスを受け、みるみる上達したという。1944年から、ビリー・エクスタインの楽団へ入り、1940年代後半から、マイルス・デイビス、セロニアス・モンク、チャーリー・パーカーらと共演後、 1954年から1955年にかけて、ホレス・シルバーと初代のジャズ・メッセンジャーズを結成。クリフォード・ブラウンや、ルードナルド・ソンラを擁して、ジャズクラブのバードランドに出演して、人気を博した。1956年に、シルバーが脱退した後、ジャズ・メッセンジャーズは不遇の時代を迎えた。それを打開するきっかけを作ったのが、 1958年2月、当時ジャズメッセンジャーズにいたジャッキー・マクリーンが麻薬で、逮捕されキャバレーカードを没収されたことで、その代役を務めたベニー・ゴルソンと出会ったことである。ここで、ブレイキーが、ゴルソンの貴重面な性格が気に入り、彼に、グループの立て直しを要請。メンバーもトランペットに、リー・モーガン、ピアノに、ボビー・ティモンズ、ベースにジミー・メリットと自分と、 ゴルソン以外は全員入れ替え、今や代表曲となっているモーニング、ブルースマーチ等の新たなオリジナル曲ができて、新しいレパートリーに付け加えられ、1958年10月、新メンバーでのお披露目初公演をニューヨークのタウンホールにて行い大成功を収め、同月30日、ブルーノートに前期の曲を含めた、 アルバム、モーニングを収録し、同アルバムは翌月発売これが大ヒットとなる。このレコードの発売当時、ブルーノートは海外でのプレスを一切許可していなかった関係で、1967年まで日本プレス版は発売されなかった。しかし、このアルバム録音直後に、バンドが欧州公演を行った際に、同年12月28日に、 フランスのパリのサンジェルマンで録音された、ライブアルバム、サンジェルマンのジャズメッセンジャーズアートブレイキーレジャズメッセンジャーズ英雄クラブストリートジャーメインが、当時の日本ビクター音楽部から発売され、また1959年公開のヌーベルバーグ、映画作品、危険な関係。レリエゾン・ダンジェズ、やられる、デファムズ・ディスポラ・セントへの音楽参加を契機として、 日本でもこれらの曲が知られ大ヒットし、空前のファンキーブームが起こった。ちなみに、マイルス・デイビスも前年公開の、死刑台のエレベーターアセンスル・ポア・ア・エル・イカ・フォーでの音楽を担当している。モーニンの大ヒット後、ゴルソンは、翌年にジャズ・メッセンジャーズを離れ、その後は、テナー・サックスは、ハンク・モブレーラが担当したが、同年秋に、同楽器担当に、ウェイン・ショーターが入り、 その際、ショーターは、同バンドの看板曲の一つである、チュニジアの夜を、ドラムソロを中心とするアレンジに新たにリメイクし、1960年8月14日、ブルーノートに、アルバム、チュニジアの夜の一曲として録音。これが、同曲のブレーキーの長いドラムソロの、象徴的な曲として親しまれることとなった。以後、彼は、ジャズメッセンジャーズのリーダーとして、 様々なアルバムやコンサート等で活躍する。新日化で来日回数も多い。ジャズメッセンジャーズは基本的に2巻または3巻のフロントプラス3リズムのコンボ形式のバンドである。ドラマーとしての一番の特徴はメリハリのあるバッキングにあり、ことにシンバルレガートの滑らかで美しい音色は特筆される。また、アフロキューバンリズムを ドラムセットで表現したパイオニアとしても記憶されるべきだろう。晩年の録音では視力や聴力の衰えに伴い前世紀のようなプレイが満足にできなくなってしまった。1990年に肺がんのためニューヨークマンハッタンにて死去した。71歳没。生涯で4度結婚し10人の子供に恵まれた。アートブレイキーは多くの新人を発掘し、 多くの著名なミュージシャンがメッセンジャーズから巣立った。50年代後半からはリー・モーガン、ボビー・ティモンズ、ウェイン・ショーター等が60年代にはフレディ・ハバード、キース・ジャレット、チャック・マンジョーネ、シバー・ウォルトン、レジー・ワークマン等がメッセンジャーズ在籍をきっかけにスターになった。80年代に流行した神殿承派と呼ばれる若手プレイヤーを中心とした。 モダンジャズムーブメントで活躍したプレイヤーの多くがメッセンジャーズの出身である。第一線で活躍しているウィントン・マルサリス、ブランフォード・マルサリス、テレンス・ブランチャード、マルグリュー、ミラー、ジェームス・ウィリアムス、ロニー・プラキシコ、ケニー・ギャレットなどがメッセンジャーズの出身である。長女エブリン・ブレイキーもメッセンジャーズでの活動を経てプロの歌手として成功を収めた。 新日家として知られる。1961年の初来日以降、何度も、日本で演奏を行った。初来日時、とあるファンから記念写真をせがまれ、俺は黒人だぞ。一緒に写真に収まってもいいのかと驚き、ファンが、そんなこと知ってます。ぜひ一緒にと答えたことにさらに驚き喜んだ。当時のアメリカでは、 有色人種に対する差別が公然と行われていたため、ブレイキー一行はそのファンの反応に戸惑いを感じると、同時に大いに感銘を受けたようである。彼の演奏した曲の中には、ウゲツオンザ・ギンザなど、日本をテーマにしたものも存在する。メッセンジャーズにも70年代以降、鈴木義夫、鈴木君等の日本人がレギュラー、または、 客演で加わっているほか、かつての妻の一人も日本人であったという。また来日時には、日本人ドラマーのジョージ・川口白木・秀夫らともドラム合戦を繰り広げた。自分の息子に、太郎と名付けていたり、日本酒を大いに気に入り、千鳥屋市でステージに上がったこともあったという。使用するドラムも晩年は、日本のメーカーと契約し、亡くなるまで愛用した。 また東京での公演が TBS 系列で日本全国にラジオ中継されると聞かされて彼をはじめジャズメッセンジャーズのメンバーは大いに奮起した。前述の発来日時の感激やインスピレーションが新日カートブレイキーを生んだと伝えられている。帰国を前に彼は私は今まで世界を旅してきたが日本ほど私の心に強い印象を残してくれた国はない。 それは、演奏を聴く態度は、もちろん、何よりも嬉しいのは、アフリカを除いて、世界中で日本だけが我々を人間として、歓迎してくれたことだ。人間として、ヒューマンビーイングとして、とも述べている。その後、亡くなる間際まで来日を繰り返し、特に夏のフェスティバルでは、お馴染みだった。ジャズメッセンジャーズ2021年8月10日、閲覧。 ソウルジャズの代表曲の一つとされている、ブルーノートレコードオリジナルプレッシングガイドの発売日の項目に記載されている。エーデイ i s ズアートブレーキー1961ライナーノーツ記載のスイングジャーナル誌、昭和61年2月号の記事抜粋文。ありがとうございます。